これシフト完璧やな。完璧組めてるわ。あ、失礼します。あ、アルバイトのメあーです。ごめんごめんどうぞどうぞ。待ちまてお失礼します。よろしくお願いします。します。えっと、履歴書ってあったりしますかはい。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、お名前伺ってよろしいですかあ、ただらだとです。はい。いはただらだってむんですね。これ、すごいな、感じ。 はい、よろしくお願いします。お願いします。えっと、週何回ぐらい入れる感じかなえっと、ま、三四ぐらい。3、4ぐらい入れたら。はい、助かりますね。3、4ですね。はい。で、入れる時間帯ってのが、ま、お昼ぐらい。はいはいはい。えっと、大学生。あ、はい、そうです。大学生。はいはいはい。何年生あ、今、2年です。大学2年生。ええ本当だ。ええそうかそうか。え、で、働ける、お昼。え、学校は あの学校はあるんですけど、まあ授業その時間って入ってない時に、はい来たらな。なるほどなるほど。えっと具体的に希望時間ってのはどうなるんですかね。えっとわからないですが、例えば十一時から、はい十一時な、はいはい。とか、はい十一時半からとかでもいいですし、から何時ぐらいまでできる。えっとまあその日によるんですけど、はいまあ昼間帯で、はいだいたいさ、なんどんなもんすかね、三時。 大学の授業の感じとかもいいし。まあでも、およそでいいんやけど、大体どれぐらいに入るのかなって。まあだから、はい、11時からっすね、とり時から。10時からってのは。ああ。まあできれば、11時から。1時から。か時とかまあ短いですけど。11時から1時。はいはい。だいぶ短いですけど、まあそこは確実に行けそう。ちなみにあの、1時からって行けるんですかね。13時から。 よりかは11時。十一時から。はいはい。ちなみに13時から入れる日ってあったりしそうですかうわぁ、なさそうですね。ない、はい。はい。わかりました。はい。えもしこっちが13時からってお願いした場合ってどうなるか。やっぱそういう授業があるいや、えっと、うん。あ、ま、じゃあそういうの考えられますけど、その場合っていうのは、僕、お昼ごはんっていうのは、えっと、食べてきた方がいいのか。えっと、1あ、十3時から働く場合ね。はい。 それはもう、自分次第かなで、はい。え、ちなみに10時から入れたりするのかなあ、ま、あの、じゃ日によれば。あ、昼、まさに。朝タイマーって、ああ、そうそう、9時から、11時もちょっと実は探してて。ああ、それはちょっと。あ、厳しい。10時からの場合は、1時までは行きたいですね。ん ?10 時から働いた場合、1時までは確認してく10時からの場合は、13時までは行きたい。行きたいですね。え、で、9時からの場合はもう、まあ、 一時までは行きたいです、ね。あ、一時まで行きたい。はい。はいはいまあでも前半が長すぎるから、ね。九時から十一時半っていうのはどうかはないです。はない。はい。九時から十一時四十五分ないですね。九時から十二時はうん、ないですね。九時から十二時半はあります。はいはい。で、えっと、十三時から十五時の場合ははないです。で、あったある場合ははひ、昼ご飯っていうのはどうして ね、はい、なるほど、なるほど。えした方がいいのか。えー、あなるほど、なるほど。それがちょっと解決して、てえー、はい、はい。はい、じゃざっくりした質問なんですけど、えっと、好きな4文字ってあるまかない。まかない目当てやろう。その、昼またいだらまかないでるとかじゃないから、システム上。う <laughs> んあ、でも12時ぐらいでね。なんなんその、あ、そうか。10時から12時は働かんけど、10時から12時半やったら働くみたいな。<laughs> なんでお昼またいだらまかないでるの思ってんの <laughs> 好きな4文字、まかないって言っちゃって。そこごまかすよ、なんか。あ、ごめんなさい、すみません。うん。えっと、あ、そうか、そ、店によってシステム違いますもんね。うん。じゃあそこのすり合わせしてからですね、時間帯の話は。<laughs> えっと、巻かない記事に考えてしてる。9時から。僕はね、ごめんなさい、大学の授業を中心に考えてるのかなと思ってて。ああ<ー>。ま、うん、かないってどんな時間帯でも出るんですかあの、ルール上、3時間以上働いてもらわないと出ない。えっと、朝9時から、 うん。十二時。の場合は出るよ。あ、出るんですね。うん。あ、じゃあ大丈夫です。そこ、働きます。でもそれは、バイト5になるけど、大丈夫。あ、なるほど。そう。合間には食われへんのよ。ああ、じゃあない。3時間。あ、でも3時間だけ勤務して休憩もらおうと思ったら、ちょっときついかな。3時間ぐらいだら一気に行ってほしいから。まかないは、は、だから終わってから。ああ、まあでも、出るんやったら。いいです。はい。えっと、バイト5でも大丈夫。はい。うん。ほんま間で。 まかない行きたいっすかあまあ、うん、飯に食い、飯食いに来てるやん、やっぱり。うん、あ,あの、アルバイトしに来て。もちろん、はい。うん。こんな馬鹿正直に言われたら。うん、ちょっと短いかな、働く時間が。根本的に。まあ、確かに、途中で目的達成した後は、もう、惰性でしかないんでね。それさ、一回のシフト使えたとしても、次嫌やわ。次来るとき、<laughs> あいつ来るやん、みたいな。<laughs> で、まかないくうまいは元気やけど、食った後なんかだるそうにするやんみたいな。で、面接中は帽子取トやア。ああ、そう、すいません。すいません。いろいろ。すみません。で、履歴書もさ、書きやん。ちゃんと書いてますよ、はい。なんか。写真貼ってるだけやん。ああ、いや、びっくりしたはい。何写真貼ってるだけの履歴書やいたいやばいやつ来たと思ったもん。喋るんで、ね。それやったら、 これに全部情報載ってるんやったら喋る必要ない,い。普通そうそうや。これ見ながらすんの。はい、ああ、ゲスエ入れんの。あ<ー>入るかあ<ー>、そうそうそう。はい。何枚ぐらいかきや、住所なんかあれす、ね、そうですね。落ちそうっすね。いや、落ちたよ。はい。何今の落ちそうっすねって。なんか、お客さんに出すメニューで当店のまかない定食みたいなの、そんなんないっすかここって。 ねえ、あ、あ、え、あるよ。え、そうやってマジにまかないですかいや、違う。ああ、客、お客さんにアレンジしちゃってるそう。じゃあ、ちょっと、用事はないか。なかまかない食いたい。<laughs> まかないに憧れあんのあいや、まあ、なんていうか。はい、すいません、なんか。なぜまかない好きなの <laughs> いや、なんでやろうな、物心ついた頃には。はい。物心ついた時に <laughs> まかない触れ合わんやろ。<laughs> 結構大人になってから触れ合わんやん何すかまかないって言って。ほんで、アルバイト時出るご飯のことやって、へえ、みたいな。 お弁当って言わないですね、みたいな。なんかそういうやつやろ。いや、悔しい。悔しいっす。はい。どこに悔しさ感じてるアルバイトの面接落ちたことアルバイトの面接というか。アルバイトの面接というか。なんか、いや、噂で聞いたんで、ここのまかないが。いや、ごっついよ。量多くて美味しい。うん、そうそうそう。はい。悔しいっす。それり仕入れてるぐらいの食材。それ拝めなかったのが。はい。拝むって言ってるやん。それ食べれなかったことって言うやん。好きな四文字はえ、まかない。正直に言うなって。はい。うん、びっくりした俺、あの時。筋肉とか言うよ。 なんか、一瞬、なんか僕、ごまかして、アザラシとか言おうと思ったんですけど、その。どっかなんか,まかないっぽいよな。ひらがな感が。怖 <laughs> っ、えー。<laughs> すいません。失礼します。はい、<laughs> 結構ユニークな子来たな。当店へいらっしゃいませ。当店の YouTube チャンネル、ぜひ皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、<あ>いいねの。すみません。 あのバイトの子がまかない食べてるとこ見学だけさせてもらっていいですかそのどんな雰囲気かああかん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 って言った後にこうやって来て「危害加えない」っていうのも怖いやんこっちがさ「危害加えるんちゃうって言われて「危害加えないですよ」って分かんないけど見ちゃったら他のバイト先で入った時のまかないと比べちゃってあ向こうの方が良かったって思ってま可能性もありますもんね確かにみーほーが幸せかもしれないそあそこにまかないだけあるからみーや うっしょー <laughs> もやし山盛りやん。そこそこかあれ見て。あれ見て、そ、そこ。一袋使ってますあれもやし使ってるけどさ。すげえ。いや、とはいえそこ <laughs> いや、そこでしょあれもやし山盛りやん。そこうん。 えあ,のあんなもやしの山や豚汁や,や,やろ具だくさんの <laughs> いやいやでも,もやしそこすごないっすかこなんか怖い一人前でもやし一袋使ってるじないのに気合い超えないんでってあれが俺結構ゾッとしてん、ね、<laughs> すみませんなんか撮影中にすみませんああごめんじゃん、もう一回やりなさい <laughs> ぜひ呼んでくださいお兄ちゃん大事な話があるんだ何 一緒に、ジャルジャルのネタサロン入らないかうん、それどころじゃないんだよ。というとうーん、難にぶち当たって、なかなかこの問題が解けないんだ。うん、じゃあ、そっちを優先して。うん。僕はネタサロンに入ってきます。うん。いや、僕もネタサロンに入って、この問題を解決しよう。みんな、一緒にネタサロンに入らないジャルジャルタワー